帯締め、平内帯締め丸内1920年の家族写真。右の少女の帯締めが、丸くけ帯締めは、女性の着物の着付けをするために必要な小道具の一つで帯を固定するのに用いる紐、帯締め紐。帯締めは江戸時代の文化年間に始まる。当時人気であった歌舞伎役者が衣装の着崩れを防止するために帯の上に締めた紐がルーツである。 それを真似て装った女性らに流行し、その便利さから庶民にも定着した。地方では、帯と目紐と呼ばれたこともあった。当初は丸茸紐が使われていたが、明治時代に配当令が出されると、それまで刀の下げように使われていた組紐が、帯締めに流用されるようになった。その後、丸茸紐はほとんど使われなくなり、組紐の帯締めが主流となった。また、 江戸時代には短かった紐の長さも徐々に長さを持つようになり、戦後からはずいぶんと長い製品も現れるようになった。現在は150センチメートル前後のものが一般的である。帯締め紐には大きく分けて2種類ある。一つは丸ぐけと呼ばれる布で綿をくるんだ紐であり、もう一つは組紐である。組紐はさらに丸打ち、角打ち、 平打ちの三種に分けられる。組紐は中国から伝わったとされている。その後日本独自の発達を遂げた日本の伝統工芸である。百十数本の糸を様々な組み方で組む手法は、糸の色彩、糸の体彩でそのリズムを変え、多彩な表情を見せる。糸の素材は主に染色された絹糸であり、帯締め紐一本を仕上げるのには、 かなりの熟練技術と集中力が要求される。現代的な帯締めもあり、組み上げの際に糸にガラスビーズを交えた帯締め紐は、きらびやかな輝きで注目され、趣味性の強い装いのアイテムとして好まれる。組紐の専門家は、伝統工芸士を中心に構成されているが、その人数は年々減少しており、最近は日本各地で後継者不足に悩まされている。 丸ぐけ紐の帯締めは、夏用は、炉で作られ、それ以外の季節のものとに分けて使っていた。組紐の帯締めは、従来は季節を問わず使われるものであった。だが、1990年頃から、レース組などの夏仕様の組紐の帯締めが、徐々に出回るようになると、夏用の組紐の帯締めと、それ以外の組紐の帯締めとを分けて考える風潮が生まれた。 そのような風潮の中にあっても近年ゆるぎ組は四季を問わず用いることができるとされている。近年では空調機器の発達によりビーズ帯締めも季節を問わず利用されるようになってきている。また浴衣には通常用いないものであったがここ十数年の間に浴衣にも帯締めを利用する着こなしが増えている。また帯留めを通して使うための 三分紐という細い平打ちのものもある。着物に合わせ、季節や TPO を考慮してコーディネートする。太いものほど角が高いとされる。また、金紙や銀紙などを使ったものも、冷巣向きとされる。基本的には、お太鼓結びの背中の部分に通して、前へ渡し、対象面で、駒結びなどの結び方で固く結ぶ。帯の上に一本線が渡るように締めるが、 正面から見た紐の高さは年齢や着こなしによって整える位置を変える。余った左右の紐端は脇あたりに収め、刑事の際は下から上へ、意味ごとの際は上から下へ差し込んでおくのが習わしとされる。なお、近年ではその色や文様を好み、鑑賞用もしくは刃刀用の刀剣の下げをとして用いる人が存在している。常実のように、 組紐の帯締めは元来は刀の下げ尾に使われていたものであり、一種の先祖返りとも言える。産地としては幅の種類としてはなどがある。ありがとうございます。